はい、それでは次にですね、この前微分の話に入りたいと思います。で、先ほどですね、TA の人ともちょっと話をしていたんですけれども、我々、僕も含めて、この微積分の授業で前微分っていう概念を学んだときにですね、割とこう形式的に前微分とはこういうもんだっていうふうに言われて、なかなかその意味するところが説明してもらわなかったっていうことを TA の人が言っていました。ちなみに僕自身はあまり勉強してなかったので、前微分を習ったことすら忘れてましたけれども、まあ皆さんは少しは一応覚えておいてほしいなと思います。で、その前微分のアイデアなんですけど、ちょっとそのアイデアを知るために、まず一変数関数の微分の意味っていうのをちょっと復習してみたいと思います。今はですね、この実数から実数への関数 y イコール fx っていうのが与えられていて、でこれがその x イコール a において微分可能であると。で、微分可能定義は先ほどやりました。で、その時に実はその微分っていうのは次のような意味があるんだよってことを微積分1の時に習ったと思います。どういうことかっていうと、まあ、あるアルファですね、すみません、ちょっと a とアルファがちょっと紛らわしいんですけど、これはアルファです。あるアルファ、正のアルファが存在して、この h が0に近づいたときに、f の a プラス h っていう関数がですね、この f の a っていう、a における f の値に、このアルファ倍の h っていう項と、それからスモール o の h っていう項の和で表すことができると。まあ、こういうことを習ったと思います。で、ここで、ちょっといろいろハテナがつく人は、ちょっとこの授業の後で復習してもらいたいんですけれども、まずこのスモール o って何だったかっていうと、これは h の一次関数よりもより早く0に近づくようなある関数ですね。これはまあ、ランダムのラージ o とかスモール o っていうふうに言って、多分微積分1で出てきたはずですので、忘れた人は復習しておいてください。これはスモール o なので、一次関数よりも早く0に近づくということで、高次の無限小と呼ばれています。ですので、だから、h を0に近づけていったときに、こう、早く h、こちらの項ですね、h の項っていうのは、h の一次関数、こちらの h の一次関数なんですけど、これよりも早く0に行ってしまう関数ですね。で、そうすると、この o の h の項っていうのは、h を0に近づけていったときに、この αh の項よりもずっと0に近づくから、そうすると、この h が0に近づけていったときに、この関数っていうのは実は fa プラス αh とほぼ見なせるっていうことを意味しているわけです。で、まあ、これ一種の一次関数ですよね。で、その α っていうのは実は、この a における微分の係数だって言うんですね。ですので、この微分の意味っていうのは、この f が a に近づくときに、この fx がですね、こんなふうに h の、この微分係数を傾きに持つような h の一次関数で近似できるってことを意味しているわけです。で、それが皆さんやったと思いますけど、この接線ってやつですね、このある点における接線っていう形で現れてたというわけですね。で、先ほど多変数関数、まあ、二変数関数の変微分の定義はしましたけれども、あれはあくまでもその x 軸方向に沿った微分だったりとか、あと y 軸と平行な方向に沿った微分だったりとか、そういう微分だったはずなんですけれども、本来は、これですね、その一変数の時には、この a に近づく近づき方っていうのが、こう a より大きいところから近づくか、小さいところから近づくか、この一方向の近づき方しかなかったんですけど、多変数の場合だと、こういろんな方向からこう a に近づく近づき方があるわけで、だそういういろんな方向から a に近づく近づき方に対して、この関数がどういう振る舞いを見せるかっていうことを、きちっと把握する必要があるわけです。そういう意味で、この先ほどのですね、この一変数関数の微分の意味を拡張したものっていうのが、まあ、前微分と呼ばれるものです。で、まあ、そういうことをちょっと念頭に置いて、この前微分の定義を一応見てみます。定義は、教科書の130、あ、ごめんなさい、133ページですね、すみません、133ページの、上の方にありますけれども、今、A と B をこの D の点と、D 内の点とします。で、
F っていうのはこの D から次数への関数なんですけれども、この関数が次の式を満たすときに F は A と B、AB で全微分可能であると言います。で、大事なのはその次の満たすときってその条件なんですね。どういうものかちょっと見てみますと、ある α と β 実数が存在して、この F の A プラス H と B プラス K っていうものから FAB を引いた値が、αH プラス βK プラス、あとはこの H2 乗プラス K2 乗のルートの、よりも、高次の無限小になる項。まあ、こういう、項の和で表されるということを、が成り立つときに、この F は AB で全微分可能であるというふうに言います。で、そうですね。いきなりこの定義見せられると、これは一体何だろうなっていうふうに思う人は結構いると思うんですけど、先ほどの一変数関数のですね、この微分の意味のこの式ですね、この式とちょっと対応づけて考えてみましょう。これは F の、なんだ、AB っていうのが、項がちょっと左辺に来てるんでちょっと見づらいかもしれませんけれども、この式何言ってるかっていうと、その、H と K がこの0で近づく、すなわちこの X と Y の座標がこの AB に近づいていったときに、その F の XY の値っていうのは、その X 方向に関するなんか一次関数と Y 方向に関する一次関数の和にほぼ等しくなりますよってことを言ってるわけですね。で、そのこれは何かっていうと、その H と K が AB から離れていたときのこの距離よりもどんどん小さくなるような部分ですね。まあ、そういうふうに表せれるというわけです。ですので、もう一回言うと、この F が AB で全微分可能っていうのは、この AB の近傍で、この FXY がですね、この X と Y の、まあ、一次関数の和で、いうようなもので表せるというふうに捉えてもらえればよろしいかと思います。で、まあ、ちょっとそうは言われてもまあ、なかなかすぐには飲み込めない人もいると思います。まあ、僕もそうなんですけど、まあ、そういう時は、まず考え続けるっていうのが大事じゃないですかね、と思いますね。今分かんなくても何回か演習問題などを解いたり、あるいは自分でいろいろ例を出したり挙げたりして考えながら少しずつ理解に近づけていくということになるかと思います。で、この全微分に関しては、いくつか性質がありまして、まず、定理 4.6 ですね。これ、教科書の133ページの真ん中ら辺ですけれども、F が AB で全微分可能であれば、次の性質が成り立つと言っています。一つ目は、F は AB で連続です。これは、あれですね、その、一変数関数の微分の時の性質と、まあ、ちょっと類似してるんじゃないかと思いますね。それから、F は XY に関して、X と Y に関して変微分可能でもあるということもわかります。で、さらに、先ほど全微分のところで出てきたこの謎の定数、α と β なんですけれども、この α と β は実は、α は、AB におけるその X の変微分係数、で、β は AB における Y の変微分係数に等しいということもわかります。まあ、これを見ても、その全微分の性質、定義、からで現れてくる性質っていうのが、その一変数関数の微分から現れてくる性質を、まあ、より一般的に拡張したものである、もしくは類似したものであるということがわかるかと思います。で、一応この授業は数学類クラスの授業なので、証明は一応見ておきましょう。まあ、物理の皆さんも、ちょっとお付き合いください。で、証明ですけれども、まず 4.1 式。4.1 式っていうのはどこだったかっていうと、この式ですね。この式。この全微分可能の条件式ですね。で、この式から、その、XY を AB に近づけていったときの、FXY っていうのは、その FAB と、あとこの部分ですね。全微分のこの、線形な部分。X と Y に関する一次の部分を、において、この XY を AB に近づけていったものに等しくなりますよと。そうすると当然この項は XY を AB に近づけていけば0に近づきますから、まあ、AB に近づきますよっていうことがまず言えて、
このところからまず F は AB で連続であるということがわかります。まあ、すなわち最初にやったです出てきたですね、全微分可能の条件式から、まず、FXI は AB で連続であるということがわかりますね。で、今度その、4.2 式、4.2 式っていうのはどういう式だったかっていうと、この式ですね。この式は何を意味しているかというと、この、F の A プラス H と B プラス K から FAB を引いて、アルファ H とベータ K を引いた部分というのは、このスモール O のこの部分ですね。この部分は、実は、H2 乗プラス K2 乗の平方根よりも、ずっと早く、分子の方が0に近づきますということを意味しています。これ、ランダウの O の記号からそういうことが言えるわけですね。で、この性質を使いますと、この先ほどの式で K イコール0と置くと、この極限の式というのは実はこういうことを言っていまして、これっていうのは、その何を意味しているかっていうと、これ X に関して、この関数が、X イコール AB で X に関して平微分可能であると。で、それだけじゃなくって、この定数がですね、実はこの AB における X の変微分の係数に等しいということも言っているということになるわけです。ですので、この収束のですね、条件式からいろんなことが導かれるということを押さえておいてください。ここまで、よろしいでしょうか。まず、ここまでが全微分可能性に関する基本的な性質ですね。を見てきました。